ケガノでーす。ある程度熱冷まったけどね。なんだよ、お前らがいけないんだよ。ガンガン言ってくるから。取らなきゃじゃあもったいねえじゃんっつって。さっきの熱量ではもう取れないね。だってなんだよ、すげえ静かになって思った。急に黙るじゃん。あんだけ攻めてたの回してたら。ね、何よ。いやだから僕が年末にね、うん、海外行こうかなって言ったのみんなに。もう大ブーイング。そう、大ブーイング。別に何もさ、金払ってくれとかなんか言ってるわけじゃねえのに。じゃあ俺らはやっぱりはまず旅行行かない君が、うん、なぜ年末年始一番家にいたいとか言ってた君が、うん、なぜそして海外なの。もういろいろなんだよ。何よ、だけじゃん別に。んうん、もうちょっとこっちじゃない。大丈夫だよ。ほら、気を使ってくれる。大丈夫。動画の撮り方も気を使ってくれる。もう心配させちゃってるんだよ。なんだよ。そんな変じゃないだろ、別に。友達と行くんですか。そうだよ。本当に。本当ですか。本当に。本当だよ。海外旅行友達とあんま行かないですけど。いやいや、お前はだろ、それは。お前ボロ出るぞ、そんなこと言ってると。ありえないですよね。ありえないことだと思いますけど。ありえるだろう。何があったの。なんで海外に。うん、行こうと思ったの。なんで、うん、友達が行こうと思うんだよねって言うから。へえ、でもあるじゃないですか、そんないつもまだ、うん、いや、いらっしゃい。行くって聞かれたから行くって。なんて言ったんですか。行こうかなって。なんでなんで、なんかあるな、なんか俺らがこれはなんか握られてるんですか。弱み握られてる。なんかやっちゃったんですか。何よ。よ、相談してくださいよ、それ。なんか何もしてないって。すごい、さっき言ってた、なんかすごい悪口言うわけよ、このサッカーさんも。ゆすられてるんですか、友達。ゆすられてる。バラすぞ、みたいな。お前来ないと、海外来ないと。ゆすられてるって言ったり、ハーフ君来たからリア充ぶるんですか。よくわかんない。よくわかんない。年末年始もバカじゃないですか。この仕事こそ、うん、いつでも休み取れるんですか、うん、で言うたらね。そうだし、一番高い。一番高いね。うん、いや、でもそれはだって、この仕事同士ででしょ、それは。うん、無理やん、それ合わせられないじゃん、普通の。いや、休みますもんね。休みますよ、ちゃんと予定組めば休みます。普通のどの仕事じゃ。なんでいつも撮影来てくれないから、全然。そんなこと言ってんの。まあ、それはそれ、これはこれじゃないですか。でも休めます。全然来ないじゃん、忙しいです。でも国には時間費やさないですもんね。国内には、国外のロケだったら必ず修正します。逆になんでだよ。国外のロケやりましょうけど。来いよ、いいよ、ロケ。だから行けるんですよ、年末以外も。何来れるの。行けるんですよ。あ、そう。ちょっと今からでも相談したら。何よ、その人に。いや、いいでしょ。電話してましょう。いいでしょ、年末はちょっと高いから。いや、別に高くなかったですよ、7万ぐらいで行けるって。行けないっすよ、どこ行くつもりなんですか。だから東南アジア系は安いってさ。東南アジアって絶対行きたくないって言ったじゃん、前は。去年ぐらいに。だって、まあね、前バリ行った時もさ、行かなかったじゃん。まあ去年はね。なんでだっけ。ウォシュレットがないでしょ。今行ってもないよ。いや、ないけど。1年で変わったんすよ、状況が。いや、1年ででも、まあいいじゃん、行ってみようって。ちょっと最近はやっぱりマインドセットからだと思ったわけですよ。あ、なるほど。いや、変わったもんね。そう、いろいろとやっぱ経験をした方がいいかなって。30になる寸前で気づいたの。結構遅めに気づいたの。でないと話もできない。結構正論ですけど、遅めですよね。だからじゃあちょっとやってみようっていうことよ。なるほどね。チャレンジ精神。そう、ただそれだけよ。で、まあ誘われたからじゃあ行こう。そうです、行ってみようって。バリですか。うん、バリ。いや、まだ決めてないけど、多分タイとか、うん、まあ、ベトナムのあそこら辺付近、インドネシアとか、まあ、どっかしらじゃない、うん、インドネシアいいですよ、僕も行ったことありますけど。あんのだから、バリ、あ、ちょうどありますよ、僕と。いや、なんで持ち歩いてんだよ。皆さんにお見せしたい。それ、重いでしょ、一番いらないで持ち歩いてんの、それ。え、なにそれ。なんすか、これ。一番いらない。なんすかこれ。バリの守り神です。行ったんすか。これはあの佐藤さんの化身なんです。すげえ。役がこっちが佐藤さんで、あっちが化身っていうテーマあります。こっちは本物。これどうですか。これはいいですよね。可愛くないですか。なんか可愛いですけど、なんでこれ持ち歩いてんだろう。
疑問は変なやつだからこれも、まあ、いつでもどっちもとかはできそうですけどこれ持ち歩いてるだいぶやばいこれだいぶやばいよ職質された時どうすんのなんで思ってんだよこれ出てきた時だって警察に絶対中身見せろって言われますもんこれ薬入ってないみたいな感じ。さんで言うたらサングラスですこれは僕のいや竹下さんに言うの規模が違う規模が違うこれあったら買ってきてくださいよあるんですよその兄弟兄弟これすごいやだよなんで買ってこなきゃいけないんだよ僕は払うんでお金はいくらで買えるんですかねこれね、2000ないいくらなんですよね2000ないするな結構するでもこれ絶対手で作ってるからまあそうだね、うん、そう思うと安いですよなんか後ろも結構そういう、あるぞ、彫りがボロボロ落ちてくるんだ、いろいろ粉がね、粉がすごいんだよ、これすごい手についたよまあいいんですよ、これの話すごいこういうのが売ってるからこういうの売ってるからインドネシアで俺もバリ行ったら楽器買ってきてねだからちゃんとなんで増やして増やしてじゃないあの楽器買うことがバリはどこ国としてはインドネシアインドネシアは行かないんじゃないかなえどこ行くわかんないけど他の東南アジアかでもわかんないな、うん、プーケットとかですかもうわかんないもう任せてあるからね全部任せですか全部任せ怖くないんですかテルミクラブみたいなの大丈夫ですかやばいやばい詐欺かもしんないよ詐欺7万で行けないですよだってそうそうそう本当に行けたんで検索してあ本当そうなんですかホテルついてないんじゃないですかいやついてる全部込みでえ安くないって言ったもん俺だから全込みリゾートホテルとかにしないんですかせっかくなのにいやでもそれでもちゃんとしていいホテルだったよそのサイトで航空券別途って書いてなかったいや込みだと思うよ込みですかうんえどこで調べたのなんだっけ何クラブですか？じゃなく、それっぽいやつ。何クラブだよ、それ。それっぽいやつ。ブッキングドットコム。あの、え、トリバコならってやつ。トリバコ。トリバコなら。あ、それだ。トリバコ。え、あれって航空券セットなの？セットっつってたよ、そのプランは。いや、少ないっつって。あんだ、セットのプラン。そう。だから、あとプラス3、4万で、合流できるって言って。うまいもんも食えてみたいな。へぇー。そう。じゃあ。年末年始は出勤で大丈夫です。なんでだよ。うちは全部。全家族。なんでだよ。あるだろ。どうせ来ないだろ。したためしないからね。あ、ケイさんが海外行くなら僕来ます。いや、なんでだよ。頑張るよね。なんでだよ。行ってほしくないもんね。行ってほしくないんだよ。海外行ってほしくないから。なんでだよ。行ってほしくないから。集まりたい、そしたら。海外、ケイさんが行くぐらいだな。だから集まりたい。ケイさんの奴らじゃん。だって、普通は来ねえのにさ。編集してくださいな、ちょっと。環境がなさそう。鬼だろ。いやもうさっきじゃいいや、俺金払うからやっといてよ。鬼だわ。旅館取ってやりたいっすね、俺ら。じゃあ編集とか。ああ、すごい記憶ないですか。面白そう。旅館取って。俺らは旅館取って、計算でもらった金で。旅館行って。旅館でやる。なんでだ。旅行しながらの。すごい旅館ですか。撮影をする。温泉、国内で温泉旅行する。いや、知らないよ。勝手にやってよ、それも。え、何日か行くの。いやだからね、聞いた話だと、うん、まあ3泊4日が一番いいってでもじゃあ18結構かかるよ飛行機10時間以上かかるよじゃあ3泊5日みたいな感じですかね実際のところは4時間5時間って言ったよ行けないよあどこどこインドネシア決まってるじゃないですか場所うんそんな感じで決まってるじゃんねあそうなのだから俺は聞いてなかっただけかじゃあと俺インドネシア行った時乗り継ぎとかがあったから、うん、すげえよかったよ時間あのバリの時はあそうなの、うん、普通に夕方出て、うんうん、だってやっぱ1日12時間以上かかったと思うあそうなの、うん、え、すげえかかるじゃん夕方出てえ、でも昼間出たら、うん、あの夜に作ってたよだから、だ12時間ぐらいああ次の日の夜ってことじゃんだから場所によるよめっちゃそれかかる一周してる一周してるその日の夜じゃあ12時間以内で作ってごらんなんじゃないのちょっとあんまじゃあまあタイとかなんかなタイとかの方が近いのかなうん分かんないけどいや、そうなんじゃないうんうんで、3泊、うん、で飛行機でじゃあ帰り1泊なんじゃないなのかなあ、多分それで、うん、向こう夜出れば寝て俺も3泊5日とかあった気がする、うん、あ、そううん、うん、じゃあお土産よろしくそれはあれマストです、本当にこんな感じは欲しいですやだよ、こんなにいや、俺カバン…欲したいんですよいや、俺カバン欲しいこと思ってるからめんどくせえじゃんこれ本気で欲しい人はあんまいないから多分いっぱいあると思ういや、俺1個で行こうと思ってるの、カバンえ、でもこれはいいですよ、また別にね、別にってえ、郵送で郵送で金払ってよ、金すげえ高いでしょ俺郵送高いよ郵送とか使ったらめっちゃ金あったかいでしょすごいんだなんかワンピースに使ってきてたからなんかあったら見つけたらあるのか、そんな何でもいいよ、何でもいいあったらね。うん。あとなんだ。あと麦わら帽子で。本当麦でなんかやってるみたいなあるじゃないですか。あんの。
ありそうじゃないですか。めっちゃ気になってる。すごい。かわいいですよね。かわいい。僕もじゃあこれでいいです。2個は2個。これは、ほんと1個、これ2個買ってくれる人いないよ。僕が2人だから、これ、なんか影から2つ置いて。いや、これハーフもいい。もそうになっちゃう。ハーフも見切れるように。見切れるね。なんで、まだよ。どんどん増えてくる。なんでしょ、こんなにいっぱい。海外行ったら買うようにしましょう。制度として。やばチームの方針、チームの方針。なんで買わなきゃいけないんだろう。化身をね。なんでだ、化身を。どれにする顔もいろいろあって。あ、いろんなのあったの？いろんな顔が。だから作ってる人は多分違うんで。同じの作ってるつもりがかもしれないですけど。いいでしょ、これは。しかもこれなんか下開くんでしょ。もう今開いてますね。あ、もう開いてる。今開いてる。あ、ほんとだ、くり抜いてある。すげえ、なんだすげえ、どういう人もいるんですか。これにこう、すっげえ見たらすっげえ興味ないでしょ。いや、これすごい大変そうだなって思いますよ。これね、どんな気持ちで掘ってんのかとか思います。そっちかよ。あー、もう困るな、ほんとに。まあちょっとだから、逐一報告ね。だから、うん、どこ行く、どこ行くとか進捗何時便、そんなん言わなきゃいけないのに。何時になりたい。いいでしょ、別に。なんで自由にさせてくれよ。ケイさん旅行会議、パート2。パート2。いいよ、いらないよ。動画で撮っていきますね。追っていきます。いらないでしょ、そんな。いや、気になるもん、だってやっぱり。なんでよ。普段旅行しない、海外にも普段行かない、普段友達ともそんな遊ばない人が。いや、そんな。なんか、勘違いしてるけど、全然普通に行くからね、飲み会ぐらいだったら。最終話は、あれです、成田空港で、感動のみんなで。セカンドで。やだよ、カメラ持っていかないから。置いていくから。ちゃんとリポートしてきてるもん。リポートしないから。いや、気をつけてください。閉めてください、じゃあ、ケイさん。何閉めて、もう終わりだよ。終わり、終わりよ。終わり、終わり。